いやわかるそういう時あるよね。どういう時いや、俺、さっきのと話してたら、もうすごいイライラしてんすごい。うん、俺、お前のことイライラしてる、今。<laughs> うん、なんか、プーさん、声小さいけど。えこれでどう聞こえるうん。めっちゃいい。オーケーいや、あのうプーさん、毎回このくだりあうのでも。違う違う、マイク変えたんだよ。で、今、俺、配信外だったから、あのマイクあそうだんもう配配信信外なんだ配信中かとていや、俺も配信中に行こうと思ってたんだけど、忘れててさ。 いやほん <どう S 1> でさいやずっと気になってることがあって、うん、お前忘れてるもしかしてもいや,やべなんだっけあのー、前に俺になんかセクハラされたっていうばば証拠集めてくるんじゃなかったっけいつ来たセクハラうん前にあったじゃんなんか今日も来てたよなんかそれセクハラのやつはどうしたの証拠はどうなったの よかん。でも今日も来てた。なんつって。お疲れ様です。ノックさんに聞きたいです。私の情報をプーさんに送ってますか、うん、昨日もしつこく私のことを話題にしていたので送らないでください。何度も言いますが、こちらから関わる気はありません。ご協力お願いします。お前から関わってきたの。お前が俺の名前出さなきゃこんなことになってねえの。で、証拠もらったの。お前。いや、何にも来てない。<laughs> ね。いつまで経ってももうなかったことにしようとしてんの。バカだから。 やばいっしょ。うん、いつ証拠組んだよ。タイムリーで来てたわえ,え、うん、タイムリーでそう来てたわ。うん。だって証拠はで結局揃ったの。なんかそれでちょうど、うん、あのー、それがねもしさ本人じゃなかったらあのーうん、あれなんよえっ、ー、とー何も特にラインとかもいじらんやん。うん。お前のところであのー、やった次の日に、うん、あのー、たまたま見たの俺。 んか LINE とか消されるんじゃねえかなと思ってそしたら次の日俺が特定したっつってこの動画のやつだっつって行った日やったじゃんあの次の日アイコンと名前変わってたんだよねああでもそいつですねやっぱそうでしょそいつなんてやつなのそいつえっとね俺の動画の中ではねえっと「カツオカツオくださいババアみたいな タイトルにしてる。そうなんや。もう答えよっかな、もう。え、何、知ってんの、お前。いや、知ってるよ。あ、知って、あ、何、ライン知ってんの。いや、ラインは知らない。え、何。何。なんか、この人から、私がまるまるだって。言いましたかって、詰め、なんか、イラッとしたんだよね、俺言ってないのに。で、プーさん送っといたわ、今。いや、イラッとしたんだよね、今日来た、四月二日に来た。はいはいはい。このトークが。もう、ムカついたから、送っとくわ。 この人らしいよ答えははあ<ー>。お疲れ様ですで<も>こんばんはこれ読んでいいのいいよこれみかんってやつ、うん、誰なのみが <laughs> でもカツオさんではないからさいやでもみかんってやつ何人かいるんだよねええーああ いや、今日来たのもさ、ムカつかないこれ。ノックさんにお聞きしてることありますよ私がミカンだってことはプーさんに送ってますかとか、俺を疑ってきたんだよ。うん、俺、何にも、プーさんに何にも情報提供もしないのに何にも。いや、ミカンってやつね、えー、っとね、うん、俺が知ってるミカンだったら、今パッと頭に一番最初に出てきたミカンだったら、えー、っと、自称23歳かなんかね。 そうん。で、俺、そいつから俺、相談。で、はありませんんねさででしたえっと、そうすると、そいつから俺、一回も相談乗ってないね。えたぶん。俺、みかんのこでも、内容はんだっけ、でも、セクハラがひどかったとか、なんか、そんなんだったけどね、なんか。うん。いや、マジ、しょうもないね。ガチで。うん。いや、なんか、マジで気持ち悪いわ。え、でもさ、そのくせさ、そのくせ、そいつ。 なんか今日もお久しぶりですみたいな感じでなんかコメント打ってたけどね。無視したけど。え、てかそいつめちゃめちゃ来るよ。ちょこちょこ。で、今日も来てるし。そう。で、今日も。結局話しましたよね、だって。そうだよ、もう話した。え、だから多分これ、え、これさ、今日の話はあ、これ2日か。だからまあ昨日今日だよ。あ、だから。僕を僕を疑ったので、それの証明です。疑ったので、 俺れの証明です。いやい<ー>れの証明だほら、これで俺今、プーさんに初めて言ったってことは言ってなかったっていう証明だからね。<laughs> 証明だね。うん、そういうことなんですよ。<laughs> 俺、プーさんと仲良く喋ってるから、プーさんに言ってるでしょって思ったかもしれないけど、実はそこは言わないであげてたんだよ。うん、<れ>え、しかも俺、こいつの相談って乗ったっけかな多分乗ってねえと思うんだけど。んなんか、コメントによくいるやつ。<笑><笑>自称23歳とかじゃないかな そうなんですよ。うん。はけどは <laughs> でさ、まずそもそもさ。上が,上がったらもう <laughs>。いや、ほんとそうだよな。<laughs> もうここまでバレてんだったらな。<laughs> そうだい,いや、ほんと自称23歳なんだけど、<う>なんか、うんあ、なんかね、えー、とね、うん、オフパコもあお、なんか自分でもオフパコオッケーみたいなこと、なんかコメントでも言ってんだよね、なんか。 だから、セクハラとかっていうのは意味わかんないし。うんで。何これ疑ってないです。まあ、はいはいはい。で、まあ、本当になんか、超気持ち悪いやつってことはわかった。でも、これで。ああ、よかったですよ。うん。だから、ブロックしとくわ。はい、マジ気持ち悪いから。<laughs> <laughs> じゃあ、ありがとうございました。いや、これで解決しました。なんか、じゃあ、すっきりしました。解決でと、ね、うござす。ありがうございます。ありがとす。はいはい。ガチャギリ小僧が、これ。 いよあなた1回俺を疑ったんだよ、うん、なのでゲームオーバー <laughs> いやこれはこっちもね証明で出さなきゃいけないからプーさんがマジで気持ち悪いから二度とかかわらないでって,言ったって、うん、いやこれはどう考えても相談者がポケツ折ってるわこれね来た時俺ショックだったんだよ俺 えー、悲しいってこの人がミカンさんってことを俺プーさんに伝えてなかったら疑われたんだよしかも終わった話で当時とかだったらいいけども4月2日でも終わってる話よね終われたちょっと言っとくかはいはいはい,、はい、いや思い出したのよ<え>そういえばあの、はい、なんか、うん、誤爆されたことある一回コメントあのんんなんかキャピキャピしたノックのなんか かんキャピキャピした感じであの何、ーうん、だっけ「ノックンお疲れ様です」みたいななんかそれでなんじゃらかんじゃらみたいななんかちょっとキャピキャピしたコメントを俺の配信に誤爆してたことある、うん、そういえばえそうい,うそいつだから結構がっつりお前のなんかガチ恋っぽい感じうんあそうなんうんうんうんそのそのみかんだったらね そのミカンなんじゃないのだからお前そいつに恋されてるよそのヤバいやつに、えー、でもわかんない俺あミカンさん全然わかんないんだよね実はでもマジでマジであのボイチェーン相談やめた方がいいってマジでガチでか俺も俺も絶対ボイチェーン相談せんと思ってるしそう,そうあの結局なんかしょうもないことやってくっからだって <laughs> 声がさ、周りにバレてまずいやつってさ、突入リレーしてるやつかさ、それか何かしらこう声になんか特徴あってすぐバレる、なんか悪いことしてるやつなわけじゃんそうだね。そう。だって普通さ、ネット、うん、そもそもノックの配信を自分の知ってる周りのリアル、リアルの人がさ、聞いてるかどうかもわからんしさ。で、うん、しかも、配信に乗ってしかもそれを拾ってってなると音声結構変わるし。うん。そう。 それを嫌だっていうやつはもう絶対やばいやつやからもうボーイチェン相談やめよ本当にやめませんおいカスお前本当に面白い面白い人と出会えるじゃんだからお前だからお前んところのなあのリスナーにも俺は言いたいんだけどこれさっきからお前もう次から次へとやばいやつしか出てこねえだろ ええ、そんな配信見てみんなそれで、なあ、なんかそういうやべえやつが毎回さ、配信の中でさ、わけわかんないこと言ってフラストレーション貯めてさ、で、私、うつを患ってますって、うつ良くなるわけはねえやん。そんな。絶対。それはそうだろ、ね。そりゃそうでしょう。めん <laughs>、自分のメンタル管理ができねえんだから、<laughs> そ,そ,そんなお前みたいな配信見てたら、まんなもん。だからね、いやいやあの、ノックリスナーさん、そろそろ僕にくら替えしませんか本当に。 それがいいいと思いますよ <laughs> プーさんあれじゃない多分タバコ吸うのやめたほうがいいんじゃないなんでだよ。なんでだよえ。でもさっきの男の人がタバコの煙を俺にかけてきてたんだけど、見てたでしょ、プーさんも。あれなんで、ね、それは見てなかった。いや、見てなかったんだよね、俺、あんまり。うん、そうなんだね、タバコの煙をなんかふかしてきたんだけど、うん、画面に、うんうん。うん。俺、そんなことしないもん。むかついたんだよね、すごい。だから何俺、そんなことしないやん。え、俺が。 今まで一度でもお前に向けてそんなひどいことしたことある <laughs> <や>お前の。まあ、俺に向けてっていうかその配信画面に向けてだね。だから俺そんなことせんやんあ、そうだっけしないよ。煙どうやってやってるえ、だいたい上に上がってってる。あ、上に出してるんだ。うん。<ー>で、で<も>俺がだいたい下、下向き加減だから下の方に全部空気いってる。 うでごめんそれは俺の勘違いだったなんかね煙がもやもやしてるイメージなんだよね画面もやもやはずっとしてるあうんそれはそうなんか俺はプーさんのこと知ってるからあんま気にならなかったけど知らない人がその煙のやつやってたらなんかストレスたまるなって思ったんだよいやいいじゃんなんかあの火葬場みたいでいいや何か葬式みたいでいいやああそうだ なんかずっと線香上がってるみたいな。いいで、お前さ、言っとくけどさ、うん、お前今切ろうとする前に先に言っとくんだけど、お前マジで俺最近お前のこと裏でガチャ切り小僧って呼んでんだよね。<laughs> 知ってたいいじゃんいいじゃん。ありがとう。お前、毎度毎度お前、ブツンって切ってくんだよお前。そうなんだよ、ね。普通は。本当に。うん、俺お前のことずっと裏でガチャ切り小僧って呼んでるからね。ガチャ切り小僧がこれ。